ノリトレンにも発がん性物質はニトロサミンですね。のようなものが含まれていたというあのニュースを見ましたが、先生はノリトレン以外のお薬に変更されます。端的に言えば潜在的なリスクでしかないので、今すぐ飲んでる薬を全部やめなければいけないというような話では全くありません。やっぱりこう大量に飲んだ時の毒性が比較的強いんですよね。 え、いろいろな出来事を気にしすぎる人など、そういった出来事が起こるたびに、頻繁に気分が落ちたりする人にも、気分安定薬は有効でしょうか気分安定薬が有効な場合はもちろんあるとは思います。場合はあると思うんですけども、ノリトレンにも発がん性物質は、ニトロサーミンですね、のようなものが含まれていたという、あの、ニュースを見ましたが、先生はノリトレン以外のお薬に変更されますかまた、代替薬はありますかはい、ありがとうございます。はい。 また今日ですね発売元の S 製薬さんからご案内がありましてノリトレンからニトロサミンというですね発がん性の可能性がある物質ですね可能性がある物質ですそういうふうなものが微量を混入している可能性があったので一定時期をめどに販売を制限していく 方向で動いてくださいということが通達があったというお話でしたね端的に言えば潜在的なリスクでしかないのでえっと今現時点でノリトレンを飲みの方がですね今すぐノリトレン乗るトリプチリンという三感系交通薬ですね今すぐ飲んでる薬を全部やめなければいけないというような話では全くありませんただこの状況をずっと続けるというのが良くないと思うので可能な方は徐々にお薬を変えていきましょうというふうな話になっているんだというふうにお考えください 個人的には、ノリトレンですね。ノルトリプチンというお薬。三冠系抗うつ薬です。三冠系抗うつ薬というのは、それ自体に潜在的なリスクがあります。やっぱり、こう、大量に飲んだ時の毒性が比較的強いんですよね。なので、万が一の時のというですね、安全性を考えると、僕たち自身は割とこの三冠系抗うつ薬ではなくて、SSRI とか SNRI といった、まあ、より安全なお薬にですね、変えていくっていうことが、まあ、あの、今多くなってるので、基本的にまあ、ほとんど使ってる方はいません。僕自身は 1人か2人いてもねちょっと今思いつかない程度にしかいないのであのほとんどなんかあの一生懸命信じないといけないということは多分ないかなというふうに思ってます。 代替薬があるかという話になると、基本的には、ノルアドレナリンとセロトニンを両方ですね、刺激するタイプの抗うつ薬に変えればいいので、代替薬の候補としては、イフェクサーとかサインバルタのような SNRI ですね、ノリトレンから変えるんだとしたら、そういうお薬が、まあ、比較的おすすめと言えるのではないかなという気がしますね。はい、ありがとうございます。手足の痙攣が時々起きるので、エビリファイを半分に減らされました。その後も痙攣は収まらないばかりか、 全身がらくほとんど寝たきりですと、どうしたら良いでしょうか的なご質問ですかね。 まずエビリファイが原因の薬剤と言えるのかどうかがポイントになってくると思うんですけどエビリファイが原因の薬剤なのであれば一旦ちょっと別のお薬に全体を変更してみるという考え方の方が良いのかもしれませんねできるかどうかはちょっとわからないんですけど明らかにエビリファイが原因薬剤になっているということであればちょこっと減らしただけでは収まらないという方もおられるかもしれないのでそういった場合にはちょっと変更が必要かなという可能性もあるのではないかなという気がします 全身がだるいというふうなことなんですけどそれは元の病気が悪くなってるというふうなことなのか何が考えられる可能性なのかということを主治医の先生にちょっときちんと確認してみられてその考えられる可能性に対して対処してもらうというふうに考えていかれるのが良いかなという気はしますね。 はい、ごめんなさい。ちょっとザクッとした、あの、お答えしかできないんですけど、多分、主治医の先生は、何らかの、こう、衰退街路症状ですね、えー、パーキンソン症状とか、ジスキネジアっていうような副作用を疑われたのではないかなという気がしますね。厚さひこの動画はい、ありがとうございます。レグナイトがあまり効かなくなったんですが、漢方の当期芍薬さんとの併用がいいとコンビニに挟んだんですが、厚見先生的にはどうでしょうか 借薬肝臓等じゃないですかねこう足のつっぱりとかそういうのに併用して使うことがあるんですけど基本的に借薬肝臓等っていうのが小村返り用のお薬で割とムズムズ症候群に対するレグナイトが効きにくくなった方とかあのむしろこう小村返りをあの併存してる合併されている方なんかの場合には借薬肝臓等なんかを併用することが多いですねごめんなさい僕陶器借薬さんに関してはムズムズ症候群とか足の症状に対しての知識があまり多くありません ありがとうございます。妻が15年ほど PTSD で苦しんでいます。重症度にはよると思いますが、どのぐらいの期間で軽くなっていくものなのでしょうかずっと豚服薬リスパダール液を飲んでいます。うん、まあ、どうしたらいいでしょうか的なもんですかね。えー、奥様が PTSD で、えー、しんどい状態になってますということですよね。えっ、ー、と、どれぐらいの期間で良くなるのでしょうかという話なんですが、これなかなか人によって色々ですよね。 実はですね、PTSD というふうなものと、すでにこう、ある程度長年付き合ってらっしゃる方が、そこから脱出していこうというふうに考えたときに、えー、検討しめられてもいいのは、やっぱり認知行動療法のような、いわゆるその非薬物療法を併用するかどうかということだと思うんですよね。基本的にはですね、PTSD にこう、長年苦しんでらっしゃる方の場合、いくつか問題になることがあるとしたら、起こってきたフラッシュバック、 とかに対して非常にこうネガティブな意味づけをされてたりとかを良くなって いる部分とか自分に何かできている部分があるとかっていうことに目を向けられてなかったりとかそういうふうな状態に陥ってらっしゃる方が結構多かったりとかしてお薬で症状をコントロールするということだけではなくって何かの形でこう認知を変えるということをテーマにして治療をしていかれた方がうまくいくことが結構多かったりすると思うんですよねなので結構こう勇気がいるところではあると思うんですけども何か大きく変えてみたいというふう 特にもし奥様が思ってらっしゃるようであればエクスポージャー療法といってですねそのトラウマ体験に対して向き合うという風な治療をやってみたいと思うかどうかということは一度ね奥様ご自身に聞いてみられても良いかなという気はしますねただそのエクスポージャー療法というのは基本的にはそのトラウマ体験にいまいちとこう向き合っていくというような治療だったりするので、えー、その方ご自身がやっぱりそういう風な治療自体をやって ってみたいなとといいう,うに思わななななかなか大変だったりしますんでねなので、そういう治療法に興味があって、そういう治療法を導入してみたいという気持ちがあるようであれば、ある程度こう認知行動療法とか、トラウマを扱うというふうなことに慣れたカウンセリングルームとか、えー、まあ精神科の先生でそういうことを時間かけてやれるっていう先生はあんまり正直いないとは思うんですけど、心理療法の専門家なんかにご相談してみられて、そういう治療法を導入してみることを検討されるということもありかもしれないなというふうに思います。 はい、ありがとうございます。もう15年ぐらいメンタル不調を患っています。3年前にいよいよ調子をえが悪くなり、昨年入院して ECT、電気経電療法ですね、を受けました。長らくのメンタル不調のせいか、ECT 治療のせいか、現在において認知機能が回復していないような気がしています。と、このような場合の劣化 化した認知機能は回復するものでしょうかなるほどねメンタル不調というのの病名によっても結構 こうう変わると思うんですけどもし、うつ病なんだとしたら、うつ病が改善することによって、認知機能の改善というのは、十分期待できるかなという気はしますけれどもね。ECT、電気経連療法の治療効果で最も反応があるというのは、うつとか、幻覚妄想のような激しい症状とかっていうふうな、えっと、こう、目立つ症状の方が、より効果がはっきり出てくるということが多くて、いわゆるその認知機能障害というふうな目立ちにくい症状 というのは、相対的には効果は落ちているかもしれないなというところはありますね。初見雅彦の動画、ありがとうございます。 少量のノラセン 2mg って発達障害の実行機能障害に効きますか ?D2 受容体のアンタゴニストですよね。理屈の上ではいろんなこう情報がごちゃごちゃになって入ってきて、その情報量を制御した方が考えがまとまりやすかったりとか、実行機能が高まりやすくなってきたりする方には効果がある可能性があると思うんですけど、残念ながらエビデンスにはすごく乏しいかなというふうには思いますね。理屈の上ではなんとなくあの少量だったら効果はありそうには思います。ただまあ基本的に 適用外使用になりますし、エビデンス的には乏しいので、最終的にどうすべきかということは、主治医の先生とよくよくね。ご相談されて使う方がいいかどうかっていうことをね。考えられてもいいかなという気がします。はい、ありがとうございます。 気分循環性障害になるのでしょうかえ。いろいろな出来事を気にしすぎる人など、そういった出来事が起こるたびに、頻繁に気分が落ちたりする人にも、気分安定薬は有効でしょうか。はい、ありがとうございます。何か、えー、ちょっとした出来事が起こるたびに、気分が落ち込んだりする人に、気分安定薬が有効な場合はもちろんあるとは思います。場合はあると思うんですけども、やっぱり基本的には双極性障害の要素がある方 の方が気分安定薬というのが有効なことが多いので主治医の先生にまずそこはやっぱり確認してみられた方がいいと思いますよ。私には双極性障害に使うような気分安定薬というのは有効な可能性があるでしょうかっていうふうにね、あの、これまでの経過をよく知ってらっしゃる先生に確認されて、おお、それはいいアイデアかもっていうことだったら試してみられるのもいいかなという気がします。 私は毎晩11時30分ぐらい布団に入り、寝ますが夜中の1時、2時に目が覚めて、もう寝れないと自分で思い込みサイレースを 1mg 飲みますが、朝5時にまた起きてしまいます。サイレースを 2mg に主治医に話して増やしてもらうか悩んでいます。 個人的にはサイレースを増量しまくるという、まあ、しまくるってちょっと語弊がありますけど、ベンドジャーゼピンをあの強化し続けるというやり方はあんまりおすすめではないなっていうのが正直なところです。できれば中途覚醒で困ってらっしゃるのであれば、嫌でなければ、えー、サイレースに追加するのであれば、 ベルソムラとかのようなト、えっと、レキシン受容体キッ薬とかロゼレムのようなメラトニン受容体作動薬のようなベンゾジアゼピン以外のねお薬を併用された方が安全かなという気はしますけどね。はい、ありがとうございます。